こんにちは、シュです。今ね、任天堂ショップでセールっていうのがあって安くなってるんだよね。で、これで一番安いゲームやってみようかなと思って、一応価格帯みたいのあって、さっきね、この無料ダウンロード見たら無料はないらしいね。だからもう1から499円、1円のソフトってあるのかな。1円で仮に売ってんならもう無料でいいんじゃないかなって思うけど、きた、100円が今んとこ一番安いかな。ちょっと下まで見て、件数585、全部見てみるわ。ちょ、100円以下のあったらちょっと止めてみようかな。こんな感じだね。でも100円がなんか最低な気がする。90何円とかあるのかな。みんな今見てるんだけど、最低100円だね。2桁になることがない。あ、でも202円があるなら99円ありそうな気がするんだけどな。ないかな。みんな一番下まで来たね。で、やっぱ100円が最低だったね。99円なかった。うわ、90円台のソフトあったらやりたかったのに。じゃあ100円のどれかやろうか。100円のだとね、割とあるんだよね。みんなこれ100円のゲームなんだけど、本当にこれ100円のクオリティなのすごくない？みんなこれ100円だよ。今見てたんだよね、100円他にどんなあるかなって1個ずつ。すごいね。これがギアナシスターズの復活のなんとかだ。なんかソニックみたいじゃん、このバウンドする感じが。これ100円です。見てください、右赤文字96%オフね。本当は3035円が100円になってるみたいな。みんなとりあえずね、100円のゲームピックアップしたんだけど、いや、どれにしよう。こういうのね、生放送だったらみんな100円のゲームどれがいいっていうのできるんだけど、でも1個ちょっと興味があるっていうか、ちょっと試したいのがあって、ホラゲーあったんだよね、唯一100円で。これちょ、ホラやってみていい？ちょ、なんか100円のゲームのクオリティのホラゲーってどうなんだろう？見て、手作りの短編選択型ホラーアドベンチャー。これ買ってみようか。いや、みんなちょっとやってみたんだよね、100円のホラーゲーム。やってみたんだけど、まず何が怖いかって。見て。これ書き出し来るから。いくよ。なんか、なんとか性発作を起こすことがありますみたいな。なんかすげえ怖いんだよね、そういう意味での。あと、この画面から一生動かないんだよね。みんな100円のこれやろうかな。パイロットスポーツ、面白そう。きた、スイッチで一番安いゲーム、パイロットスポーツ100円イコールうまい棒10本と同価値。そういうことよね。うまい棒駄菓子屋で10本買ったらこれ買えちゃうから、みんな。いいね、左下のおじさんのグッド。で、右上のスーツの人は何なん？ なんでスーツなの、あの人。社会人の罰ゲームで飛ばされたのかな。じゃあやってみようか。お、シングルプレイ、マルチプレイ、オプション、スタッフロール。じゃあまずスタッフロールから見る。あー、すげえ。でもいろんな方が携わってくれてるから、多分結構すごいんじゃないかな。じゃあシングルプレイで。すげえ。お、違う、アフロいいんじゃん。あ、マリオみたい。うわ、ローランドさんだよ。ローランドさん。首相。ああ。これ、鏡どうなってんだ。あ、モヒカンね。モヒカンからなんか出てるけどね。ああ、じゃあ、アフロで行こうか、これで。何これ。あ、ステージとかあるんだ。あ、いろんなのある。これ、飛ぶやつ。灯台までひとっ飛び、ビーチマニューバー、あ、スプラトゥーンの、ジェットパックみたいな、テンプルトリップ、角を曲がって、あ、ステージ選択か、これ。まあ、じゃあとりあえずこれやってみる。左下、太陽へ。なんかすごい、めっちゃいいタイトルじゃない？いけるとこまでと、あ、でも100円っぽい。 なんか文字の、あれ？なんていうの？フォント？なんか私のサムネみたいな感じ？ 100 円安そう。 じゃあ私の、うおー、めっちゃ操作しづらい。めっちゃ操作しづらい。あつきのアフロが超重そう。じゃあくぐってほしい。でも100円とは思えないね。みんなうまい棒10本買うのとこのゲーム、どっちが有意義だと思う？まあ、どっちも一緒っていう人いそうだけど。わあ、これ分かったわ。私、こういうとこ旅行行ってみたいね。これでなんかブーンって行くんじゃない？こういう海にしまんでる島とか、やばい！やばい！いけるか、アトクティ！おーい！やばい！おー！ケツだけ見えてる！むずいんだけど、普通に。ちょ、もう一回やってみよう、ちゃんと。
でも最後落ちるな若干。あ、え、変わるんだ。あ、こっちめっちゃ操作しやすい。え、すげえ操作。今1月4日なんだよね。なんか1月4日ってちょっと正月薄れるよね。なんか1月2日とかもうザ正月じゃん。で1月3日もまあ正月って感じで、1月4日だとまあちょっとなってなるよね。で明日1月5日なんだけど、5日まで行くとね、もうなんかちょっとまあ日常まで行かないけど、もうほぼ日常だよね。さあ、あ、でも言っていい？飽きてきた。いや、これ言って100円だからね。いや、スマブラいくらか知ってる？ 6000 円だよ。だから60分の1のあれって考えると、このリング無視していいのかな。なんかあったよね、これなんだっけ、 Wii スポーツリゾートでこういうのあるの。なんか洞窟の中だから、そういう人結構好みによってはめっちゃ好きって人もいるかもしんないね。あ、これさっき私 こういうとこ行きたいって言ったとこじゃん。いいよね、こういう海に沈んでて浮かんでるとこ、こういうとこに1回ぐらい旅行行ってみたいよね。なんかモルディブとか聞いたことあるけどね、こういうなんかすごいところ。あ、これラストじゃないかな。上に時間出てるらしい。すげえ、この1分30秒もこんな飛んでんだね。ちょっと来て、行きたいように行くぜ、それが人生だからね。うお、え、これ、このなんか山の中とか入れんだよね、 Wii スポーツリゾートだと。ただそれもできるかもしんない。進んでる。沈んでる私。ああ、いけるいける。ああ、でもなんか沈んでるっぽいな私。ああ、これおケツだけまた見えるんじゃない。お、かっけえ、今すごかったね、低空飛行。あ、終わりだ。右上に書いてたね、19分の18とか。あれ、あー、なるほど。あ、すげえ、またジェットパック、スプラトゥーンであるやつだね。いや、ジェットパック、ジェットウォークになってる、歩けよ。あー、すごい。これどこ行くんだ。あれ、あ、乗れと、ここに6つ操作、これ乗れば。なるほど。みんなもう一個100円のゲーム買ってきたね。100円だから買おうと思ってプレイ。お、オンラインプレイあるの。いいえって、これ何、はい確か。はいでいいじゃん、何これ、はい確かって。まあいいや、はい確かでやろうか。さあやってみようか。オープンエリアなのかな。おっそ、おっそ、何が、はい、じゃあ終わろっか、みんなこのゲーム100円シリーズ。まあ明日からなんか普通の動画だ、おっそ出そうかな。はいよ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 。レジギガスじゃん、最初ゆっくりみたいな。でもこれあれだよね、100円のゲーム、日本で一番スイッチで安いゲームと言っても過言ではないよね。だってあれだもんね、そのブックオフとかだと売ってるじゃん、多分なんかもうちょい安い、なんか97円のかとか。でもあれ中古とかだもんね、だから正式に売ってて安いのは100円になるんじゃないかな。じゃあ終わります。あ、待って、これ取って終わろうか。バイバイ。